こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。台湾の潜水艦建造計画が現在進行している、おそらく豪州よりも早く。一番艦が完成するのではと見ている。なんといっても、米国が強力な、プッシュで進んでいるからだ。豪州も今となっては、日本の、そう、竜型潜水艦が良かったのだろうが。そう、竜型潜水艦では、日本での建造を提示していたため、最終的に、普通案を採用した経緯もある。では、台湾の潜水艦建造計画はどれくらい進んでいるのか。今回紹介していきたいと考えています。潜水艦情報は最高機密です。その機密になんだ偏りないところも。2020年5月、新興形で台湾が進めている新型国産潜水艦建造計画、通称 IDS 計画に韓国人の技術者が数多く関わっていることが、韓国メディアによって報じられ、その論旨に注目が集まった。というのも、この報道が台湾を自国の一部と主張し、軍事力の増強を強硬に、非難する中国から見た場合には、同計画に韓国が関与することは中国との深刻な関係の悪化になりかねないと危惧するように読めたからだ。これに遡ること約2ヶ月前の2020年3月12日には、現地メディアである台湾ウェホーが、韓国、日本、ドイツ、イタリアなどの国籍を持つ技術者たちが、台湾入りしていたことを伝える記事を出していた。この記事は、新型コロナウイルスの蔓延を受けて、台湾南部の都市であり、かつ台湾が進めている、新型国産潜水艦建造計画の実施拠点である高雄市で、これら各国の技術者たちの宿泊先がないと報じたものだ。期せずして、韓国メディアの今回の報道は、台湾ウェホーが伝えた内容が事実であったと、韓国自身が追認する形になったものと言えそうだが、武器輸出を重要視する韓国といえ、ど中国の顔色は無視できないようだ。これが日本であれば、そこまでストレートな表現ではなく、それでいて、結果的には中国におもねる報道になりがちではないかとも感じるため、ある意味韓国の報道は非常にわかりやすい反応だと言えるかもしれない。実は、2018年8月の台湾メディアでは、具体的に韓国の造船関連企業である、デウ造船海洋とヒュンダイ重工業が構成した代表団が、台湾海軍幹部に対し、潜水艦建造の概要説明をしたとも報じたことがあった。しかし、この報道を韓国政府は、事実と認めておらず、この時も自国と中国との関係悪化を懸念し、政府としての代表団であることを否定したとみられ、あくまで民間企業が独自に行った形としたかったようだ。余談だが、ここで社名が挙げられたヒュンダイ重工業は韓国最大手であり、さらに世界でも最大の造船関連企業であり、
2019年には、テウ造船海洋を買収し、持ち株会社の下でこの2社が、運営される予定となっている。どちらにせよ、テウ造船海洋とヒュンダイ重工業の2社は、韓国海軍の潜水艦建造をそれぞれ手掛けている造船関連企業であり、ドイツの214型潜水艦のライセンス生産やドサンアンチャン補給、潜水艦の建造元としても知られる企業だ。日本で言えば、さしずめ、海上自衛隊の潜水艦を建造している三菱重工業と、川崎重工業の2社に相当する韓国の潜水艦建造においては、最も建造のノウハウ、実績を積んでいると言って、間違いない企業だろう。台湾の新型国産潜水艦建造計画において、日本はこれら三菱重工業と、川崎重工業の退職者である技術者が携わっていると見られ、その意味では、同様に、現役の担当企業そのものの関与は、対中国政策上行えていないと言えよう。ただし、台湾の高雄市で新型国産潜水艦建造計画を担う台湾国際造船が設けた専用工場において、そこで提示された潜水艦の模型のデザインは、海上自衛隊の総流型によく似ており、舵の形状も同様の X 舵となっている。こうした、そう、流型との類似性を指摘される。新型国産潜水艦建造計画だが、実際に、その設計を担当したのはイギリスの、飛び地、ジブラルタル日本協。北軍事コンサル企業の GL 社が行ったものだ。この GL 社には、イギリスで、潜水艦の建造実務に携わったおよそ30名ほどの OB の技術者が含まれているとされ、さらに兵装についてはアメリカやヨーロッパの15社に及ぶ企業が参加することになると報じられている。台湾の新型国産潜水艦建造計画では、一番艦の進水が2024年の末頃になるとの見通しが出されているが、それを含む全8隻の建造が今のところ予定されており、悲願の国産潜水艦の誕生を待つ状態だと言える。この台湾の新型国産潜水艦の使用に関しても、詳細は明らかではないが、水中排水量は約60トン前後と言われており、海上自衛隊の総流型、同約4200トンと比較しても、コンパクトなサイズだと見られる。機関部についても通常動力型であり、こちらも総流型11番艦以降と、同じく蓄電池にリチウムイオン電池を搭載する形式であり、機体機依存推進機関の採用は見送られるものと見られている。台湾の新型国産潜水艦は、1番艦の建造費用として約1800億円が、見込まれており、これは海上自衛隊の最新鋭の総流型の約690億円に比しても高額だが、8隻トータルに建造した場合にはおよそ半額の費用に下がる予定だ。台湾が
新たな潜水艦を保有することを非難している中国だが、中国のメディアは、潜水艦建造に成功するには、高水圧に耐える素材や建造技術が必要だと指摘し、一朝一夕に破水粛清を備える艦の建造は困難と見ているようだ。台湾の場合、活動範囲は周辺の海域に限定されるので、そこまでの潜航深度性能は求められないと考えるが、潜粛清の重要性に関しては中国自身も気づいてはいるのだと改めて認識させられた。